え、もう取っちゃうじゃん、このまま。いや、わかんないんだけど、うわー、原価が回されて。取っちゃう？え、取りました。何取るの、今日は。だから、うん、アンゴさんいつも、うん、あの僕の家と、あと遊戯んちでもやってたけどさ、あ、はいはい、なるほど。その人様のね、家に上がってさ、うん、その映画の DVD 棚をさ、うん、観察してるじゃん、うん、人様がちょっと言ってた悪いけど、ごめんね、うん、でもちょっとそのやられてる分、ちょっとアンコさんの分もやんなきゃって。なるほどね。じゃあ行きますか。いい、いい、やっても。いや、散々人の、人のっていうか、まあ、いろんな人の DVD だとかやってるから、うん、ちょっと今日は紹介してもらいます。はい、はい、あんこさんの脳みその中をね、はい、覗きたい。一つこれです、うちは。細そう。いや、あんちゃん。いやいや。鼻で細いと言うんだって。体型と一緒じゃん。違う、ね、あんこのような棚。違うのよ。あんこのような棚に詰めてんだね。確かにサイズが一緒だけど。これなんでこういうラックにしたんですか、作りとしては。やっぱりね、ほら、俺ね、場所取りたくないのよ。ああ、はいはい。だって結構幅あるけど、ここも嫌なんだ。いや、そうそうそう。もうなんかね、やっぱ、ちょっと空白が欲しいっていうか。余白？はいはいはい、はい。やっぱ空間には余白を求めてる。ここが埋まるような棚を置こうはなかったんだ、もう。いや、うん、もうすっきりさせたい。これ前住んでるとこからあったの棚。いやこれな、ここに住んでから新しく購入したの、ま、そう、前はね、もうなんか段ボールに入れたまんまとか。あーはーはー、そうだったから、まあちょっと今回収めようかなと。収めようかと。これどういう作りになってんですか、ちなみに。これだから、こう回転式なんですよ。ここの、あ、ここのはもう横に行くんだ。そうそう、はい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 、回転式の一列ってことでね。あ、こういう感じね。そうです、こういう感じ。じゃあちょっと一つずつこう行きましょうか。行きます。うん、え、なんかちなみにこう並べ方に工夫とかされてます？いや、あんまないね。そしたら漫画なんですね。あ、漫画もちょっと、ね、これは、ね、奥さんのね、ガンツのギガントっていう、ね、うん、AV 女優が世界を救うみたいな。これ面白そうだよね。めちゃくちゃ面白いけど。でもなんかこの辺とか、この辺後で聞こうか。こう B 級系の、そうね。ちょっとなんかこだわりあります？こう上はブルーレイの感じですか？あ、そうね。はい、初期はね、上をブルーレイにしようって言って。はいはいはい。まあ、これは。シリーズ、はいはい、この2本ね、はい、これ連続ね、シリーズ、コメディ映画で一番好きなんですよ。なるほど。あ、これ1位、うん、前なんか紹介してたよね。あ、うん、そうそう、シネマジャンで紹介したからな、うん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 、で、まあこれはね、斉藤ちゃんも大好きな、はい、ガーディアンズ。どうです、あんこちゃん、ぶっちゃけ今ワンツーありますけど、うん、3買います？いや、買いますよ。本当？スリーか。俺はもう、最高のやっぱ、スリーもシリーズだと思ってますから。うん、スリーはシリーズですよ、そりゃ。それは否定してる人いないよ。ちょっとね、語尾がありましたけど。そう考えると、唯一かも、マーベルで持ってるの。あ、本当？あ、今思うと。ちょっとまだね、全然見せてないけど。確かに、他にアメコメ映画系があるのかっていうところもね。はい、で、グリズリーね。来ました、これ、ね。グリズリーね、持ってますよ。コカインベアが今年公開。そうですよ、行きたいね、早くね。はい、超特別版っていうバカっぽいタイトルがいいんだよ。超つけなくていいじゃんっていうね。そうなんだよね。はい、キングスマンもね。これあるし。シネマショーイベントでね。あ、じゃあ結構ここ好きゾーンな感じだね。そうね。うん。基本ブルーレイは後から買ってた。新しいのは上に行ってんだね。そうそうそう。あ、スカイフォールもあるんだね。うん。でも、007唯一これかも。ほう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 。あ、あんこちゃん。あ、これじゃないの？これ映していいですか？はい。これこそ今配信ないよね。そう。これあとこれそれこそさ、うん、まだめちゃイケが放送されてる時代っていうか、はいはいはい、はい。めちゃイケでもパロディやってたね、やってたやってた。まあこれ本当にあの AV 監督がね、うん、全国各地に行ってナンパして、うん、そのナンパした相手とまあ仲良しして、うん、で点数を競う。これできたら、そう、何点とか。はい。で、一度集まって、それをしかも撮影してんだよね。はい。みんなでこう。それを見てこれ点数いいのかみたいな、うんうん、やるっていう。いや、これは衝撃。見ました見ました見ました。もしかごめん、これが1位って言ったけど、20ジャンプストリート、うん、笑いはこっちが一番あったかも。あ、そう、そう、スキドで言う、スキドだとどうなの。まあ、スキはこっちこっちですけど、でもね、ちょっとね、結構 AV でこんな、なんだろう、うん、ドキュメンタリーがあったのかっていうか、衝撃。いや、そうだね、これはね、シリーズ化してるもんね。シリーズっていうか、その、あ、そうそうそう、派生というかね、うん、これでも実はね、劇場版じゃん、はい、元があんの。あ、そうなので、元こそそれこそ AV コーナーにあるような、まあこれも AV コーナーかもしれないけど、うん、元10時間、え、あ、そうなんだ。だから劇場版の方が絶対見やすい、うん、なるほど。え、はい、これその10時間をこうちっちゃくしたのがこれってこと。そう、これらしい。10時間見てない今だ。いや、あのね、俺の同期が見たらしいけど、うん、やっぱちょっと長すぎました。いや、そりゃそうだよね。
だこっちぐらいの方がテンポよくて、はい、もう衝撃的な笑いの数々っていう。いやこれもう一回見てえな。しかもね、うん、これネタバレ厳禁って言いですからね、うんうんうん、とりあえず見てくれっていうしかないもんね。そうそうそう、懐かしい。これはね、買っちゃったな、新品で。確かにこれないからね、買わないと。サブスクもうないのか。ないと思いますよ、はい、はいはい。で、あ、いいね、狼の死刑宣告が入ってる。これ見ました。見ました。意外に見てる人いないのよ。少ないよね。ジェームズ・ワン。ジェームズ・ワンなんですよ、はいはい、これ男がね、うん、あの法で裁けないから自分で片付けるっていう、はいはい、これちょっと衝撃的な。なんかあの駐車場のとこおもろいよね。そう、ね、あらら、うんうん、駐車場。あとね、やっぱ最後のもうこの覚醒した後のさ、はいはい、もう一人で乗り込んでいくところ、はい、血まみれになりながら、うんうんうん、あのか、まあ主人公の代わり様がいいよね。うんうんうん、これちょっとね、いや、これ実はおすすめですよね。おすすめの。サブスクあんのかな、うん、あと復讐、そのあれオールドボーイじゃなくてクムチャさんなんだね。あ、そう、復讐三部作のね、うん、クム、あ、でもチェあんの。おら、そうだ、俺、うん、オールドボーイとか買ってないわ。あ、そうなんだ。クムジャさんがお気に入り。いや、正直言えばちょっとブックオフで安く売ってた。あんまね、こういう調子であんま言えないですけど。いや、いいんじゃないですか。ブックオフで買いました。大丈夫、その違法じゃないんだ。これ意外とだね、東京物語持ってんだね。そうなの。これなんでなの？おずさん、おずさん？おず。おずだよね。うん、おずさん作品、まあ3作品ぐらいですか、正直。見てないけど、東京物語最初見た時衝撃走って、はいはい、こんな面白いんだっていうか、それこそこれちょっと血じゃないよっていう話でもあるじゃん、うんうん、あれだって息子のお嫁さんだっけ。そう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 、が一番実は良くしてくれたみたいな。そう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 、みんな冷たいんだよね。そうそう、みんな冷たいんだけど、うん、なんかこの時代からそういうのを描くんだっていうか、そう、意外とおずさんって辛いんだよね。そうだよね、うん、冷たいっていうか、なんか温かい印象あるじゃん。そう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 、結構、いや実は結構残酷なことをやるからね。だって、ね、子供が一番、うん、ある意味冷たいってきついよね、うんうん、でもオチも嫌だし、オチっていうか、まあ、分かる分かる、うん、ちょっとね、 おばあちゃんとかがね、うん、色になっちゃうんだけど、うんうんうん、いやこれはねちょっと渋い涙が出た。いやこれ分かる。意外、そうなんです、ね、この棚にあるとは。なんかこれ普通に買っちゃいましたね。そして、はい、これは大丈夫なの、このお笑いの部分見せて。難しいですね、誰をリスペクトしてるのかなみたいなのが出てきちゃうね。いや誰もリスペクトしてないし。いや無理無理無理、すごくないじゃん。そんな尖ってるやつこんな綺麗な棚にあそこに入れないよ、シティボーイズさんとか。あんな綺麗な棚と言うな。キングオブコントここ2年のは入ってんだね。あ、そうね、まあちょっと余裕あって変えたっていう。この時お小遣いが。あ、そうなんだ。でもね、やっぱこの年がすごい。おー、カモメンタルさんの、はい、そう、僕ね、お笑いのショーレースは今ちょっと行けてないけど、準決勝は絶対見に行くっていうのがあって、行ってたよね、うん、そう、特にこのキングオブコント2013は衝撃的で、うん、あのね、この年天竺鼠さんがお寿司の、うんうんうん、あの踊ってくるんで、はいはいはい、あの卵とか出て卵さんだって相方喜んで、うん、次サバの寿司出てきたらずっと黙るっていう、うんうん、このネタ準決で最初見て爆笑して、うん、やばいなってなった後の次の出順はシソンヌさんだ。ほうほうほう。シソンヌさんの、 あの町内会のくじを引くってネタ、うん、これちょっと見てほしいんだけど、うん、そのある意味ちょっと結構なんだろう、ワイルドなネタなんですけど、だから強いのの次にまた強いのが来て、もう会場が割れるぐらい受けて、で決勝行ってみたいな、天竺さんの方がだったんだけど、うん、まあとにかくちょっとこの年は準決含め激アツな。あんこさん、ごめんなさい、いいのよお笑いの話は今。一応映画のチャンネルだから。おい、その前に芸人やろ。俺ら、いや、俺もちろんそうだよ。でも今は この時だけはお笑いのことを忘れさせてよ。やばい、今はめっちゃ恥じゃん。お笑いの話しっかり、しっかり話してたよね。ごめん、意外としっかりめだったからさ。レザーボードックスにあるの。なんでレザーボードックスなの。シティボーイさんの横に。いや、箱感がいいなと思って。ああ、これなんか独特な。そうそう、はい、これはでもパッケージがこれもね、あのほら、あのブックオフで、へえ、このパッケージ見たことないや、学生時代は。あ、なるほど、外がアウターがね、そうそう、アウター凝ってるやつだ。でも実際ちょっと入ってますね。あ、特典で、はい、冊子がね、こう入ってて、いいね、めっちゃ分量長いちゃんと、パンフじゃないけどね、解説文が。そうそうそう、はあ、でもタランティーノはやっぱこっからまず入ってハマったっす。意外とそうだよね、うん、レザボはおもろいもんね。そう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 、普通に
実はね、そうなんパルプフィクションとかの前にレザボアまあ、はい、見てもっていうのはあるよね。パルプより正直こっちの方が好きなの。わかるわかるわかる、うん、ね、はい、あ、もう、あ、出た、これトリオロジーボックスね。これは3まで入ってんの？3まで入ってんの、これは入ってて、うん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 、でまあね、今年新作出ますから、はいはい、でこっちはホームアロン出た、しかも吹き替えの帝王じゃん。これね、あのお客さんにいただいて、あらららら、あ、もらってたね。そう、はいはい、吹き替え、これテレビ版のやつですから、うん、しかもこれがまた渋いのが台本入ってんだよ。そうそう入ってんだね、これね、うん、ちょっとね、これ重宝してますよ、これいいよね、これいいよ、俺もスピードは持ってんだよね、吹き替えの帝王。ドラえもんやさあとどんどんすな。これ下の人から来ないの？あの一回水漏れで怒られました。水漏れで声が漏れるのと水が漏れるんだ。水漏れはかすもう漏れじゃないよ、ね、すごいね。あ、でも ISP が横にも、はい、あります。リベリオン懐かしい。これね、最近うちの近所のレンタルショップがさ、うん、あの閉店することになってセールやってたの。あで、はあはあ、これあのね、それ何？ヒッチャー？これヒッチャー。あ、ヒッチャー。いや、もう変えろよ、棚。めっちゃ取りづらそうじゃん。だってそこに入っちゃうってことがあるんだ。こちらね。うん。これね、いい、あのね、めっちゃその、閉店セールで一つ気づいたのが、うん、ちょっとこれぐらいまでの時代の作品は、レンタルでも特典ついてるの。あー、わかるわかるわかる。だから、あるある。だから結局、新品で、はいはいはい、うん、買ってもこっちの内容変わんないんだよね。変わんなくてお得だから、はい、ちょっとね買って、で、あ、ちょっと多分後で出てくると思うんですけど、うん、この前買ったやつなんてもうプレミア価格ついてるやつがもう閉店セールにあって、2,000〜3,000円安かかって、あ、そう、そう、だ副音声とかね、そう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 、入ってるところでね、だからちょっとこの前買いましたね、大事な情報、うん、うん、でここの辺もレンタル落ちです ね, ね、はい、これもね、あのお客さんからありがたいことに、はいはいはい、いただいて、うんうんうん、でこれはあのシャマランダナですね。本当だ、実はスチュアートリトルもそうですからね。そうなんですよ、うん、でまあちょっとね、こうパラサイトとか入っちゃってる、翼のない天使まで入ってんじゃない。そう、これ自分で買いましたね、うん、これは、やっぱここぐらい覚えてないな、もうだからこの、うん、男の子が大好きなおじいちゃんに、はい、死んじゃったけどまた会いたいなっていう話で、うんうんうん、まあね、あのちょっとなんか死んだ後の世界あんのかなみたいな。そうだよね、っていうのをちょっとね、そう、でもそういうんじゃないよね、ちょっとね、うん、あのなんでこのタイトルなのかっていうのも後半ちょっと聞いてくるところ。全然覚えてないな。でもなんか初期にしてはやっぱシャマランってこっからやりたいことこあなんか、うんうんうん、あるんだなっていうの、だから家族の温かみ系ね、とかやっぱそういう人なんだなって改めて ね思うよね。はい、でシックスセンス出た。シックスセンスね、はい、そのサイズなんだよな、この CD パターンね。でもこれもなかなか今出回ってないですからね。ね、これないよね。これもシックスセンスはね、配信ないんですよね。なんだね、はい、大人の事情ですかね。なるほど、はい、でさっき言ったここね、でここもじゃん。これね、下はどっちかと B 級だな。そうだね、まあ、あれザ・キャットもありますね、はい、噂の。これ B 級じゃないですけど、だろうけど、うん、混ぜない方がいいんじゃないのこれ。いや、ちょっと入らなかったから、これツタヤだったら混乱するよこれ。ローマの休日入ってんの八門かなって一生思うもん。あれなんかね、パッケージのね、色もちょっと、そう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 、B 級感あるけど、ザキャットこれです、ほら、あ、いいですね、これ、出てこないってやつでしょ。そう、うん、このサイズ感のやつ出てこないですからね。この顔は出てくるの、この人は、この猫ちゃんは。そうね、でもほとんど映らないです。あ、そうだね、はい、衝撃の、まああるあるですからね。あ、はい、すげえなー。で、バーサスシリーズで、でもね、正直ちょっと、うん、見れてないやつも何本か。そうなの。どれ見てないの。ね、ここのね、スネークレインとスネークダイブ、うん、うん、あ、ヘビ系見れてないんだ。そう、まあ、あとバイオネ、バイオアマゾネスも見れてないですね。なんか買うだけ買ってみたいな。はい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 、やっぱね、 B 級こそサブ少ないやつ多いから。そうだね、だから見つけたらも買おう。わかる、この辺のは全くないよな。そうそうそう、うん、なんで、ね、ちょっとね、これはでもこれあれですよ、うん、あの斉藤ちゃんなら分かると思うけど、うん、スネークフライト系の派生型だ。ほんとだ、スネークフライトがあれ当たったのっていうか、スネークフライトってそもそも、いやー、どうなんだろうね。ねえ、そのパッチモン感あるね。そうそう、だからヘビがちょっと電車の中こっちは先生が。なるほどなるほど、うん、ありがとうございます。いい、はい。
ちの。はいはいはい。あ、ミスターノーバディね。はい、これはね、あ、ロッキーホラーショーこれ。あ、そうそうそう。あ、ロッキーホラーショー持ってんだ。いや、実はね、僕あんまり言ってないけど好きなんですこれ。あ、そう。初めて知った。なんか結構中毒性があるというか。うん、いい映画ですよね。そうそうそう。うん、しかもなんか今の時代こそ合ってるようなね。うんうんうん。すごい。もう一回見たいな。ミュージカルね。ロッキーホラーショーってサブスクある？いや、でも見ないかもな。なんかね、あんのかな、探そう。でもこれはね、斎藤ちゃんの。あ、生贄。生贄。しかもあれなんですよ。40周年記念のやつで、はい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 、こうあの上映されてたの、うん、で。リバイバル？リバイバル。うん、しかもほら画像が良くなるパターン。はい、画質がね。うん、見たけどさ、なんか正直最初 DVD で見た時なんかそんな怖くなかった。うん、画質綺麗だったら鬼怖くて。へえ。なんか鮮明さが。この映画こそ出たら一番やっぱルックで怖いとかあるじゃん、うんうん、より際立つよ。 うわってこう、いや人やってるシーンとか怖いのよ。あ、そう、直で見れてる。俺音が怖いイメージがあるな。ブンブンブンってね。あ、そうね、チェンさんね、なんかちょっとね、その衝撃が忘れられなくて買っちゃったんだよ。あ、買おうかな、ブルーレイ。これおすすめです。で、まあもちろんランページもあり、はい、マイフレンドフォーエバーもあるし、はい、プレデターもね、やっぱレグナントは置くよねっていうね。これやっぱりあのやっちまいなんでね、はい、あの子一緒にやりましたね、はい、クールランニング。俺らの青春やと。これクールランニングね、あのジャマイカ初のボブスレーチームね。そう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 、いい映画だよね。これ意外だよな、ね、しかもディズニーなんですよね。そっか、そう、あ、じゃあプラスにあんのかな。あ、あるかもな。これいい映画だね、確かに。夏いいかもね。夏いいのよ、涼しくなるね。やっぱスポコンでもありますから、ね、そうだよね、懐かしい。そうそう、あ、そして邦画ゾーンが、あ、そうそう、キツツキあんだ。キツツキ、いや、だから沖田監督の中ではおもろいもんね。多分僕一番好きかも。俺あんこちゃんにおすすめされたしか見たんだよな、これ。あ、あのシネマじゃん。そうだよね、言ってたよね。そうそうそう、これおもろかった。これはね、ちょっと好きですね。で、横見ちゃんの好き、沖田ゾーンですね。この辺やっぱさ、高いじゃん。高いね、うん、方が高いのがちょっとね。だからあれですよ、正直だから純喫茶するとかもやっぱレンタル落ちというか、はいはい、そうなるんだよね。どうしても方が高いんだろうな、ね、権利問題がなんかね。アニメもそうだしね。そうそう、そうなんですよね。今ちょっと方が、方がゾーンね、はい、レンタル落ち多いね。あんま言うな。あとフォックのね、リメイク版の方ね。そうね。あ、これもいただいて。はい、あ、いただいたんだ。そうそう。間違って買っちゃいましたっていただいて。間違って買っちゃったの。そうそうそう。あれあれねみたいな。リメイクの、ね。残版処理みたいな。あ、コーマン帝国。コーマン、これ買いました、ね。いいね。ロジャーコーマンっていう、ね。あ、死ぬまでに見ろシリーズなんだね。そうなの、実は。あ、やっぱそうが、ここに。いや、まあ、ここはスリラー映画で一番好きですから。あんこちゃん大好きだもんね。ただザ・ファイナルと、はいはい、そうだね、新しいのまだ書いてない。買うの？いや、買います。うん、ただちょっとお小遣いが。みんなお願いね。あんまこういうこと言うのあれなんですけど、スパチャお待ちしております。ここ余計のせいじゃなくて、アマちゃんに行ってスパチャお願いします。、はい、配信してますよね、いつもね。斉藤経理でお願いします。いや、めんどくせえな。頼むよ。あ、ザ・ロックね。はい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 、これはもうマイケル・ベイで一番面白い。いいね、はい、ホーリーマウンテンあるんだ。これもね、やっちまいなライブ来てくれた、うん、でもらったの、うん、いただいて。渋いね。でもしかもこれでも英語版なのよ。あ、輸入版ってこと。あ、字幕ついてないんだ。そうそう、ホーリーマウンテンはね、もう見て楽しめます。そうだね。まあ日本語出ててもわかんないんだから。わかんないから、うん、はい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 。これ何？あ、グラインドハウスだ。そう、しかもボックスというか、ボックスなんですよ。2つ入ってんだ。入ってるんです。はあ、プラネットテラーだっけ。ああ、そう、プラネットテラーと、はいはいはい、デスプルーフね。そうそう、うん、いいねー。ありがたいよ。デスプルーフだけだな、俺持ってんの、はい、あれ、あんこちゃん、アメコン映画来ましたけども。ごめん、ありましたね。ありましたけど、スパイダーマン3がないですよ。あ、3はちょっと僕ハマんなかった。あれ、ハマってる人見たことない。はっきりしてるね、はっきりしてるね。ちょっとごめん、3は今見るといい映画ですよ。あ、そう、はい、当時ね、うん、なんかうーんって終わった。わかるわかる。なんかなんとも言えない気持ちなんですよ。なんかごちゃごちゃしてんだよね。うん、あの物足りなさがあったよね。うん、あった。やっぱここまでのシリーズがさ、すごい丁寧に描いたから、うん、スパイダーマンのグリーンゴブリンもさ、うんうんうん、親友が出てきて、親友のお父さん、はい、その2人で闇落ちしてみたいな、うん、で2はさ、あのドクターミス、ドクオクね、ドクオクがさ、はい、もう
抱えてる女が実は奥さんのためだったりとか、うん、やる理由がすごいしっかりしてたじゃん、うんうん、で、あの3じゃん、なんかハマんなくて、わかる、やばいって思ってて、か敵が多すぎたんだよね。サンドマンとかもね、ジェームズ・ブランコのとことかいいけどね、そう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 、あの辺ね、うん、だからちょっとハマんなくて結局買わずに来ちゃいましたね、はいはい、確かに俺も3だけないかもしれないこんなこと言っといて、ね、ちゃんと買おう、ちゃんと買いましょう、はい、そしてあこれだ、あびっくりした、エッチな漫画出てきたと思った、やめてください、まあ、あれもエッチですけど、うん、まあまあいな中ね、はいはい、バイブルですから、でしたですか、ね、あ出た、はい、アルマゲドン、これ続編なんてありましたっけ、知らない、知らないです、アルマゲドンって今2022までありますそうなんですよ、はい、うん、まあこれ2000、まあ、特に僕おすすめの14年なんですけどこう隕石が、まあ、いつも通り地球にやってくるって言って、うん、で、いいですか、あ、いいですか、うん、人類が取った行動なんですけど、うん、あ、ちょっとこれどうしても避けれないから、うん、地球の内部で核爆弾爆発させて、うん、その振動で避けようぜっていう、え日本じゃ絶対作られないような展開じゃないそうですよ、重要はとんでもないですからね、地球を動かせ、へえっていうね、裏は楽しそうですけどね、そうパッケージ、裏ポケね、でもパッケージもね毎年楽しそうなんだよね、うん、もう全部地球がオワコンなのよ、本当だね、そうね、あと毎回こういうシーンないからな、これでも別に繋がってはないんでしょ、ね、はいはい、なんならはい、ね、なんならですか、うん、宣伝の配給さんかな、うん、タイトル買ってますから、まあそうだよね、放題でだよね、放題でだ、これが最後、いやいや、あと4名あんのか、あ、そう4名、さっきは見たからね、はい、あすごいね、はいはいはい、はあ、あちゃんとゼアエルビーブラッドとか、これやっぱなんかあんこちゃんってやっぱその映画バカ芸人とかって言ってるけどさバカじゃないでしょ、本当は、いやバカだし、まあ、これ一個も分かんなかったなんで買ってんだよ、じゃあ分かんゼアビル映画バカ、あんなの B 級大好きとか言って B 級一番下だしさ、あなの営業妨害そのこれいや、これゼアビル B ブラッド置いとくの自己営業妨害だよ、これなんか家あったんすよそんなわけないだろいい映画ですよね、これもね、うん、はい、大人の喧嘩とかね、あ、いい、どうぞどうぞ、どうぞ、なんか新しい世界、はい、これ僕好きすぎて、はい、出てすぐ買ったんですよ、うん、ブルーレイ、うん、今ね6000ぐらいして、あそう、当時はね、当時はまあ3、4000したんだけど、もうねぐんぐん上がってるから、多分こういうの増えるでしょうね、今今後韓国映画特にね、そう韓国映画そうなんだよね、実はね絶版になりやすいっていうかね、そう、うんうんうん、だってそれこそマドンソク作品なんてあれぐらい売れてる人の作品は高いからね、そうだよね、もう今普通定価超えてるやつ多いもん、早めに買っといた方がいいね、はい、正しき世界、はい、ここは安心しますね、なんかねなんかそうだね、うん、まあ大好きな光る目もあって、はい、ディープブルーデッドゾーンもね、やっぱここはね、まあここね斎藤ジョンだけどこの2つ特に割り出せたいですもんね、そうだね、確かにあの土直撃だね、そうそうそう、この辺あんこさんで安心するな、俺さ、めちゃめちゃ、うん、ねえ、俺めっちゃこのパトリオットって映画してんのよ、はい、うん、意外にでもみんなね、見てない人多いの、あ、そう、メルギブ？これ見た？見た、見た、見た、めちゃめちゃ面白かった、面白い、パトリオットを、もう俺中学生ぐらいかも、あ、なんか真面目に見てた時っていうか、映画を、うん、俺もね、その時に見て、ドハマりして、うんうんうん、お父さんがね、木さんいない中、うんうん、あの子供いるけど戦争に、昔戦士だったんだ、はい、最強の、はい、戻らないと気楽になるみたいな、で戦争の恐ろしさ知ってるけど子供止めたいんだよね、うん、子供行く、俺は国のためにバカ野郎っつってそんなたけしさんみたいなでもアクションシーンも素晴らしいんですよね、これね、そう、うん、大砲撃つシーンなんて、うん、なんかね低いんだよ、大砲の弾が、はい、当時のほら、はい、弾だから、うん、バーンって、でこうなんかドンドンってこう鉄球こう跳ね返って、あこれあれこれ買ったの、じゃこれね、アマちゃんの格闘動画にもあるけど、うん、ほら福袋、ああはい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 、ドリル袋買ったら入っててこれが、そうそう、ででもまあ好きっていうのもありますけど、いいよね、そうこれ最高ですよ、ロードトゥーパーでしょ、懐かしいし、この辺、あちょっとこう薬剤映画というかギャング映画ね、実はね、うん、私一時期ギャング映画ハマってました、あ言ってたね、そうなの、大学の時、うん、でまあその中でも好きなやつ、確かに大学の時わかるわ、ハマっちゃう、ディパーテッドってもろその世代的にもさ、そうインファナルアフェアのね、はい、あれだね、うん、なんかその潜入者でもあるじゃん、うん、
でそこの緊張感ずっと面白かったけどさ、あのエレベーターのシーン覚えてる？ある。あれ衝撃じゃなかった？インファナルアフェアとまた違うんですね。そう、はい、でも開いた口塞がらなくなった大丈夫、口塞がらなくなっちゃったちょっと今でも今でも続いてるね。これ衝撃、ね、これね、分かる分かる、渋くてね、いいよね。うん、はあ、ははあ、あ、で、ここがあ、もうさ、ちょっとお気づきです、ね、ようやくの、はい、まあ、ジュラシックパークとかそうですけど、これはもうスピルバーグ団ですね。そうです、ちょっとトロールハンター交えないってくださいよ一本だけ開いてたんでねえあのちょっとでもスピルバーグっぽいやつをだからモンスターだなみたいなね。そう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 、はいですけどね。あ、いいですね。あ、もうこれはね、これはもうやっぱそれこそさ、うんうん、あれなんですよ、もう寂しくないよね、はい、今ないですね。でもね、はい、ちょっと9月にブルーレディらしいね。だからちょっとね、いや俺でもどうだって綺麗な画質にしてとかそういうことじゃなくないって思っちゃう。あのフェイクドキュメンタリーですね、うん、そうドキュメンタリーですからね。得点とか増えるんだったらね、そういいけどね、そこだよね、うん、追加されんならいいけど、そう、これはね、これはもう絶対必需品ですよね。うちにある唯一の J ホラーです。そうだよね、はい、はい、うん、これね、あ、光学機動隊と、はい、アニメだます。うん、これ、え、これ映画版？これね、いや、あのシリーズ1の総集編。あ、総集編か。俺、押井守版しか見たことないからな。いや、俺、神山さん版、テレビ版なのよ。まあ、押井さんね、正直言っていい、うん、分かんない。難しいもんね。難しいんだよ、うん。こっちの方がね、ちょっと分かりやすいエンタメしてる。でもね、はいはい、分かんないとか分かんない。むずいからね。今でも分かんない。基本。うん。そうそう、はい、はいはい。でも面白いんだよ。漫画、これはこれなんですか、 DVD じゃないですか、君に届け。そうそう、これシリーズ。え、買ったの？はい、僕実好きなんですよ。怖っ。なんでだよ、なんでだよ。怖いよ、なんか、いや、怖すぎの直下に置くなよ。いいだろ、シリーズ問題。多分あんまり影響良くない、なんかディスク変になってない？なってない、ほら、綺麗だろ。綺麗？綺麗、好きなんですよ。撮ってんの、怖っ。怖、急に届けるよ、届けよってなんで、届かねえよ。でもちょっと4巻だけ見当たらないんでね。なんで？ちょっとまあ集めた時、うん、4巻だけどこ探してもなくて、で新品あったけど、ちょっと高くて、うん、なるほど、当時ね、なるほど、だいぶ前に買ったやつなんで、うんうんうん、でちょっと今だに来てる。この形珍しいしね、薄いのね。そうなの、コンパクト。そして、あ、あれ、ちょっとエッチな女の子いますか？いや、グラドルのラムちゃんです。大丈夫ですかこれ？まあ、確かにちょっとね、色合いがねあるんですけど、ミクロの消し剣の横だし、ミクロの消し剣がピンクだからさ、なんかエロいの脇添え食らってない？うん、これでもこれ最近、はい、あのさ、斉藤ちゃんもさ、うん、あのいただいたと思うけど、うん、あの入居者の方、はいはい、マーシーさんね。マーシーさんから、はいはい、あのいただいて、あ、そこに入ったんだ。そうそう。じゃあ同い年の映画だね。そうですよ。これね、あんこちゃんとね、うん、うん、書いてありましたね。いいね。え、3本ともマーシーさん？あ、4本。へえ、すごい、ちっちゃくなる系の映画。そうなんだ。だからほら、マーシーさんって、うん、ね、こういう、これ知らん。あ、そう、これ俺ももらった時いただいてきましたけど、うん、これね、素敵よね、このそのツタヤの店長おすすめのそうみたいなね、かビレバンみたいなね。そう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 、書いてて、でこれもね、へえ、ラストは惚れ惚れするほどの、いや、ちょっとラスト書くなよと思って。確かに、歌われじゃないの、マーシーさん。歌われじゃないの、マーシーさんって思って、うんうんうん、これね、ありがたい流れでね、ラムちゃんの横に置かせていただいて、ちっちゃいグラドルの横にちっちゃくなるのを置いてるっていうことでいいんですよね。あの、ほっとこい、マジ意識してないと。あ、マスクもこのサイズであるんだ。そうそうそう、これね、うん、でもあれ、もう学生時代買ったやつだから、うん、ほら、もう、そう、プレステね、プレステ、これね、割れやすいんだよな、これこれね、普通のパケでやってほしいんだよな。これなんでだろうね、マジでね。え、迷ってた時期なのかな、 DVD ってその早々期であれかな、ほら、うん、この当時プレイステーションじゃん、はい、世間的に、はい、間違えて買わねえかなとかあったのかなあ、そういうこと、プレステ用にじゃなくてあれ買わねえか、いや、良くない作戦ですねだとしたら考察が過ぎました、はい。これまた B 級なんですけど、見てないのあります？ですね、レポーマン、はい、まだ見れてないですね、はい、見ろよレポーマン、はい、あとちょっと、あ、出た、はい、どこ上手ね、あ、これもね、いただきまして、うん、あのすごい、これあの
滝さんって方に聞いて、はいはいはい、あのホームアローンと一緒になぜかトコジョーズいただいて、うん、俺どういう気持ちになってなんか分かんなくなっちゃってありがとうございますみたいな可愛い子供作ってねってことなのかな。いや悲しみ。それでもホームアローンみたいな。おいいね。はいはい、でこれ、はい、これも実はでもアニメじゃん。アニメ。こうやってね お手紙事務所送ってくださいっていただいて、これあれなんですよ。うん、ごめんめっちゃ映しちゃった。まあまあ文面エッチなこと書いてないでしょ別に。いやこれR18 の。そうなんだ。ただこれなんか僕も知らなかったけど、うん、この梅津さんって方で。うんが原作、うん、なんエロティックこのハードアクションというか、要はあのエッチなアニメだけど、うん、アクションがめちゃめちゃ見応えあるっていう、あのガンパウダーミルクシェイク、はいはい、もうこれ影響されたんじゃないかみたいな、そうなんだっていうやつでなんかおすすめで送ってくださって、いいね、これ高いですよ、これ高そうだね、8000くらいマジでするっぽいんで、ありがとうございます、すごいね、ありがとうございます、素晴らしい、お勉強させていただきます、でこれラストですね、やっぱ細いからいっぱい入んないって思っちゃうけど入るね、横にない広がってないだけで、あはいはい安心しますね、ここヒックとドラゴン、これえこれ何アンドボークラッシャーって、いやほら、うん、あの本編とまた違う短編みたいな、短編みたいなのがついてるのよ、これボタンはあると思ってんだいやそうよ、あのね、まあ、ちょっといじってたじゃん、俺好きなんだよ、わかるよ俺も好きだよ好きだけどさで入ってます、チャイプはワンがないの、あのね、うん、え持ってる、持ってなかったか、俺どうだったかな、これ実は、うん、あのねワンだけブルーレイずっと出てなかったの、あそうなので出てなくて、うん、2はブルーレイ出てて、でワンは DVD 出てたのよ、うん、でワン最近っていうかちょっと前にブルーレイやっと出たんだけどさ、うん、やっぱその高いシンプルにね、シンプル、うん、DVD 買えばよかったんだけど、ワンなんかどうせブルーレイ欲しいじゃん、で待ってて結局先に2、3買っちゃってみたいな、来ちゃった感じかな、そうなんだ、そうですよ、もったいないね、続けたいね、そうですよ、なんか種かなんかがサブスクなくて、あそうなんだ、買ったんだよな、はいはい、うん、はい、いいですね、はい、お俺も欲しいんだよな、実は好きなんですよ、俺も大好き、面白いね、面白いね、なんかそれこそ3で猿たちの方がタイムスリップするんだっけ、そう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 、でだから、あれだよね、奴隷化されちゃうよね、そう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 、なんかね、逆の見せ方も面白かったですね、うん、構図的にも、いや実はおもろいんですよねこれね、面白いんだよな、はい、はい、おいいね、ここね、やっぱここはね、やっぱ確かにもっときたいね、惜しい、やっぱ映画好きなら絶対持ってきたい、そうだね、俺もこれいいな、こういうこの3枚組あんだね、そうあんのよこれ、だいぶ前に買ったやつだけど、だポールが実はエドガーライトじゃないっていうね、そこがね、たださめちゃくちゃ面白いね、面白い、だってこの4本でベスト作って考えてってなったらポール結構上だもんね、わかるよ、ね、充電が切れてしまいました、いやほんとよ、はい、めっちゃ面白いこと言ったからね、えごめんなんだっけ、えいやいや爆笑してほら腹抱えてもうあんこさん撮影できませんって言ってたじゃん、自撮りも言ってたっけ、ここのとこだよね下りとして、そうそう、そんなボケ思いつくんすかって言ってたじゃん、なんて言ってたっけ、マジだってまず敬語使ってる時点で俺じゃないじゃんそれいやその判断おかしいぞ今思うとふざけんなよ、失礼しました、すいません嘘つきました、はい、ということでここは良かったと、はい、でこっちですね、あここです、告白ね、僕ね好きなんですよ、うんうんうん、中島監督の中でもやっぱ告白ということで、これ僕らが学生時代のこれラストのセリフよくない、なんだっけ、なんてね、ごめん全然覚えてないごめんこういうのごめん覚えてないと盛り上がらないですよね覚えてないって告白しました、ね、踊る大捜査の枠さんじゃないよね、なんてななんてな、いやちょっと待って、松高子、松高子さん、はいはいはい、失礼しました、好きなんですよ、ちょっとブルーレイ持ってるってね相当で、うん、好きですね、いいですね、あなんかやっぱでもこの辺とかやっぱあんこさんなんか賢い人のラインナップだよね、バカです、バカです、よいだって一個も分かんなかった、なんかねなんで買ってんだよじゃあ何のミスか分かんなかった言ってくるよ、ね、何のミスかとかそういう映画ではないもう 大好きですからね、禁断の惑星にね、はい、はい、これね、 あれ結構これ有名だよね、うん、ロビーちゃん、ロビーちゃん、うん、でも面白いよねこれ、面白い、 SF の中でもなんかある意味概念みたいなとこ行くじゃん、うんうん、この見せ方も面白いですよね、マッツじゃん、
そう、僕ねマッツの中でも実はこの映画好きなんですよ、悪党に粛清。これ見てないかもな。マッツの要はあのほらウエスタンもの、うん、なんだけど結構渋い作品でね、あの要は家族殺されて復讐するっていう、はいはいはい、僕結構そう考えるとリベンジもの好きかもしれないですね。あとバイオレンス好きだもんね、あんこちゃん、うん、実は、うん、おいつでもな、ちょっと待って、殴られる方まず嫌だしいやいや、やり返してこれないのかよこんだけやってるぜみたいな何をやり返してこんないじゃない。やる方は苦手です。受け身がね、はい、受け身はよくありますけど、はい、で実はマッツはこれ好きなんですはいはいはい、はい、いいですね。あ、そしてちゃんと、うん、あれ、ワン、ツー、スリーだけあるのちょっと恥ずかしい、あの、うん、今斉藤ちゃんともね、はい、スターウォーズライブやってますよ、うん、ちょっとね、初期の3部作まだ書いてない。逆に珍、なんか俺逆に珍しいかもねまあでも冷静に考えればそういう人がいてもいいよねって思うけど、ワン、ツー、スリーだけあるってあんまないよね。でも僕、うん、スターウォーズの入り正式に言えば僕はあれですからね、エピソード1からですからね、ファントムメナスね、ファントムメナスから入ってるんですよ、うん、それまではまあ実はあん見てなくて、はい、ちょっとなんかほらテレビで流れてるやつをところどころ見たら、うんうん、でこっからはちょっとハマっちゃってっていう、ちょっとある特集かもしれないですね。でも若いっていうか、まあ、俺ら世代は普通そうだよね、うん、そうそうそう、うん、だそれこそ普通はそうなんだよ。え、新三部作、うん、上映こう、まあ、要はファントムメナス、うん、上映されたじゃん、うん、それまでどれぐらいあれ83年から多分99年とかだね。なるほど、うん、17年、そうね、十数年ぐらいか、確か99だよね。ちょっと失礼しますよ、はいはいはい、お買った買った取れました。何年って書いてる。99じゃなかったかな、どこだ、ね、下の方にだってこういうのは老眼なのちょっと見てよ、書いてない、書いてないね。いや書いてないよ。そう、うん、英語しか書いてな い英語の中にも数字書いてない。書いてないね、書いてないでしょ。ほんとだ。そう、まあ昔です、はい、そうだね、昔なんだよな、昔はスターウォーズ。そうなんだよ、なんでちょっとね、97かな、97か99だと思う。でもそんぐらいだよね、うん、そんなもんですね。あ、アブナフト、あ、ゴジラもあんだね。これでもこれ最近買ったやつ。うん、なんだ、はい、ブレイドね。そう、ここは我々世代ですよ。知ってるわ、アンコちゃん、ん、ブレイドもハムナフトラも、うん、2あるよ、続編出てるよ。いや知ってるよ。いやこれはお小遣いの問題だろこれはいいの、なんで1個しかないの。いや知り、あ、でもハムナフトラ3はハマんなかったな。3ね、それこそミシェル・ヨーとね、はい、うん、真の始皇帝でしたっけあれ、そう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 、あのジェット・リーのね、時が。そう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 、でブレードはでもね3部作好きだな。そうだよね、うん、3ってあれ、3がデルトロじゃないんだっけ。あ、だったかな、しかもライアン・ネイルズ出てたよね、だっけ、うん、でもやっぱ2が出るとなるね。そう、2の印象だね、うん、2楽しかったね。で1も好きですよ、はいはいはい、あとここね、はいはいはい、お、どっちがどっちか分かんないね、これもう。どっちもウィル・スミスでマジで分かんないね、パッと見。いや、ウィル・スミスですよ、マジじゃん、顔。でもね、うん、ウィル・スミスが何かと戦うやつ好きなの、うん、そうか、だからインディペンデンスでもあんの。そう、宇宙人でしょ、うん、で、こっちロボットで、こっちゾンビってやるの、はいはい、ウィル・スミスが何か戦うの好きなの。だいたいウィル・スミスなんか戦ってないメインブラックもね、うん、好きなんですよ。確かメインブラックないね、意外と。あ、あのね、そうそう、書いてないのよ、まだ。ね、置いてそうなのに。実家にはあるのよ。あーはーはー、そう、実家にもちょっとだけあるんだけど、うんうん、実家はワンがありますから、ね、なるほど、はい、はい、そう、下の段の、お、グエムルちゃんじゃないですか。ここはね、あ、てか傷だらけ、あ、ここ韓国映画でもないね、ないって、うん、ちょっと違うね、ジェットリー、はい、あ、ロボットモンスターってまさにあれか、シネマ書紹介して、はい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 、これね、これね、うん、結構見てないな。高橋由樹さんちにやった、そうそうそう、由樹さんちぬいぐるみなんてね、あれめちゃめちゃよかった、かわいいよね、あれね、のえ、こんな、うん、あるスキャンダルの覚え書きなんて僕見たことないです。だこれあのほらシネマンションでリリコさんがこれ紹介してて、うん、僕持ってますって、あ、それか
これ不倫の話、不倫っていうかこれ先生なんですけど、はい、生徒とちょっと恋しちゃってみたいな、あららら、禁断の愛を描きつつそれを目撃してしまった同じ職場の先生みたいな、そんなの持ってんだね。そう、嫉妬劇がやっぱなんかちょっとなんか気持ちがぐちゃぐちゃ、なんか体おかしくなりそう、さっきからなんか変な映画もあるのに、これ硬派なさ割と多いよね、そのちゃんとした映画だから、うん、急に頭キノコみたいにしたり赤いジャケット着てよくわかんない規制走ったりとか、規制、パニパニのことよくわかんない規制って呼んでます、あ、そうなの、やっぱこういうのをやっぱいろいろ見ちゃっておかしくなって、いや、おかしいよ、なんか怖いもん、ちょっと、え、怖い、俺持ってないよ、まあ俺持ってないよも変だけど、うん、こういう系、はいはい、オーロラの彼方へとか小説家を見つけたらとかさ、確かに斎藤ちゃんじゃなかったんだ、棚ないでしょ、シーティヒューマンってあの子連れ狼だったもんね、彼子連れ狼ヒューマンじゃねえだろでサニーとかね、ああサニー、その1本とか2本ぐらいしか多分ないと思う、ヒューマン系、そっか、でこんなにあんの、すっ、いや俺意外だわ、だからあんこちゃんの、あ、そう、意外とちゃんとした人なんだね、あ、違う、ちゃんとしてるでしょ、いや、ちゃんとしてるよ、脱いでるか、お、いいよ、行く、脱がないよ脱がないよ、なんだ俺このくだりなんなんだよ、おい、はい、はいはい、あ、乾き、はい、乾きね、これはね、やっぱ韓国ちょこちょこね入ってくるんですよ、ビッグフィッシュ、うん、ガンザキも持ってんだ、はい、これあのここら辺はね、あのポニーキャニオンさんに、はい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 、いただいた枠です、はいはい、こんな分かる分かる、俺もそのゾーンあるよ、ほら、うん、生配信の時にね、うんうんうん、いただいて、ポニーキャニオンさんとお仕事する時いいのは、あのなんか段ボールがあってこれいくらでも持ってってくださいみたいな、そうそう、え、いいんすか、分かる分かる、でいっぱい持ってっちゃうんだけど見てないっていうねでもよくない、基本全部見てますよ、あ、そう、あ、ただね、うん、実はねこれはまだ見れてないね、あ、はいはいはい、校長さんの、うんうん、これはね実はまだ見れてない、馬場監督ね、はい、うん、あとは面白いですよ、見ましたよ、これ面白かったんだよね、聖なる鹿帽子、あ、これ聖なる話やこいつ間違えこれ俺も持ってる、いただいたけど見てないんですよ、実はらしくて、うん、ね、あの実はあの犯罪者の人だったかな、もっと、はい、まあ要はあの牧師、偽牧師として活動してめっちゃあの影響力持っちゃうという話なんですけど、面白かったですね、見なきゃな、はい、お、恐怖があるじゃない、これもいただいたやつ、あ、これいただいたやつ、はい、これ J ホラーですよ一応、これ、うん、これまだ見れてないけど、うん、J ホラーの中でも、うん、あれ結構有名、いや、マニアックです、あ、ただあのリングの高橋家、あの広志さんが監督してっていうやつですね、なるほどね、あれこれなんだっけ、これなんかツイートしてたよね、花、これあの土橋さんだっけ、そうそう、仲良くさせてもらってる、はい、あの放送作家の土橋さんっていうね、源五郎さんがいるんですけどが、シネマンション、元シネマンションというか、そう、僕らをだってチョイスした人ですよね、キャスティングしてくれた、選んでくれたらしいね、はい、うん、なんですけど、ともうずっと長い付き合いで、うん、ずっともう 4,5 年かな、いや、あんこちゃん仲いいよね、土橋さん、土橋さん仲良くて、うん、4,5 年ぐらいずっとあんこさん、俺が唯一映画進めるのと話すって言って、うん、ずっと 4,5 年進められたけど全くこれ見てなくて、うん、とうとうちょっと見てみようかということで買ったの、買ったんだ、はい、土橋さんがくれたとかじゃなくて、あ、買いました、あら、でまだ見てないです、見てないんだこれ一番下の段見てないの多いねそうそう、ちょっと下はわかるよ、おもろいのかね、でも今度土橋さん家で見ようみたいな話して、はいはいはい、花をね、あ、でもまあこういうの見てますよ、ターミネーター2018、犬やん、そう、あ、ここはでもわりかし、あ、これだけ見てない、あれなんか見てそうなのにね、これこれ、あ、そっち、クローン、ほら、ソルジャー524、安っ安っ、見たことない DVD の値段で、著作権切れた昔の映画じゃん図書館、図書館で本屋とかで売ってるやめてください、これ社長知らない、これ知らない、これね、うん、主にミニストップとかデイリーにあるんだけど、うん、コンビニの、あるあるある、ちょっとあの、うん、エロ雑誌の近くにある、あるあるある、なんかね特設ステ、うん、なんかステージみたいなとこに、はい、ステージなのにあるあるねやつの安いやつで、こう設定面白そうだったからね買ったの、いいね、そう、なんかクローンをなんかモンスターを生み出してマシンを先ほど、うん、買ったんですけど、やっぱちょっとまだ見れてないですね、見れてないんだ、残念です ね、 ね、見なきゃな、うん、その500円なら好きなのよってことですかね、ありがとうございます、はい、以上です、いいですね、はい、いや、ちょっと
まあ結構だと100本ぐらい以上あるのかな、あるかな多分ありますけど、うん、やっぱ意外となんかもっとこう、はい、色物枠というかさ、はい、なんかいろんななんかジャンル映画、はい、いっぱい見れ、うん、あんのかなって思ったら、うん、なんか意外とちゃんとした方なんだなって、いやちゃんとしてる、いややっぱそうだよね、はい、5年の付き合いだけど、うん、シネマンションの3人の中で、はい、一番ちゃんとしてるじゃん実はあんこさんが、いやそんなことないですよ、収録中タバコ吸うしいやタバコの煙今喉があれだからダメって言ってたよいやまあそうだし、うん、まあまあそうだけど、まあでもほら調子良くなれば別にカメラに酒とかぶっかけるし、見たことないですけどね、まあまあごめんなさい、まあ一応そう一面あるけど、まあ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 、まあ逆にそういう人だからこそこういったのでなんか緩和してね、ヒューマンとかね、うん、って感じかな、うん、だからそのそうね、どっちが本当なんだろうっていうかさそれは結構気になるわ、これマイナスプロモーション動画ですか？そんなことね、すぐ言うじゃんマイナスプロモーション。マイナスプロモーション動画。じゃじゃじゃ、やっぱその信頼度が上がると思う。これ好きになる人多いと思うよ。いややめてください。でも俺ちょっとドキドキしてるもん。今二人きりであんこさんとの部屋にいるの。なんでドキドキするんだよ。いやだって素敵な人だなって思ったから。うるせえ。わーって。あ脱いでやろっか、おい。おお。いいよ、ほらちゃんとしてる。ちゃんとしてるな。してねえし。ありがとうございます。いやじゃあちょっとガリガリ君食べましょうよ。忘れてたわ。ガリガリ君あのちょっとあのさ、うん、出たとこのさ、うん、空すごい綺麗なのね。うん。だからそこでサムネも撮りたいから、はい、このままちょっとガリガリ君食べながら、うん、こう外でちょっと撮る。あいやでも切ればいいじゃん。いやこのままこれでいきましょう。あなるほどね。うん。あ、こっちね。あ、どっちですか。ちょっとわかんないです。いやいや、ちょっとめちゃめちゃちょっと散らかってるよ、これ。もうだって、もうあと何日かでいなくなるわけでしょ。そうよ、もうあと3日4日です。これ。はい。これ、最初にいただきます。ちょっと開けてくれます。あ、ここで開けるんですか。ここで開けて、その、うん、あの外のあの、映えるのよ、今日。そう夏休みにあんこんち来たみたいなのがいいからさ、なるほどね、友達んち来た感じじゃあ先輩なんだって、まあ、いったんこの世界観としてってこと、いい世界観じゃないでしょ、うん、いやいいねこれ、部屋の中もいいけどさ、いいぞ、大人なガリガリ君いいね、いきましょう、はい、壁をなるべく映して、あ、そうですね、あ、これは映せないな、はいはいはい、映せないものもあるんではい、じゃあいいっすか、はい、じゃあ開けますよ、どうぞ、あー、セミの音がいいですね、ほらいいよ、このあっちの端のこう眺めがいいね、すごいいいよ、ほらいいよ、これです。なんで？ずっと住所バレます。え、これバレるかな？わかんないけど。でも引っ越してからあげるからね。そうだね。そうですね。問題ないですよね。問題ないです。この辺もエモいですね。よし。じゃあ戻りましょうか。あ、いい綺麗だね。いいね。すごい綺麗じゃん本当に。あれ新宿？西新宿。西新宿。すごいいいね。白石浩二監督さんです。あそこら辺から急に雲が出てくる。いや、そう。A タイム店が出てくる。今日そんな感じすんだよ。あ、いいなぁ。あ、立ちた。うわ、すごい。急に溶け出した。